はい、皆さんこんにちは。郭浩凱と申します。今日の発表テーマは、推定収束点を用いた多目的最適化の高速化です。発表がその通り、有数の段落があります。自分の研究背景、MCE 残謀と研究動機、実験を作成するために提案する方法、実験の結果を判断する実験評価方法と将来のマークについて説明します。では、研究背景について紹介させていただきます。CGAS における多くの問題は、複数の相反する目標からなります。多くの場合に、特定の領域に複数のターゲットが同時に存在するときは、進化多目的最適化問題になります。一般に、多目的最適化問題の様々な目的は相反するケースが多いです。一つの目的を改善すると、他にはいくつかの目的の表現が低下する可能性もあります。つまり、複数な目的の最適値を同時に足されることが困難です。はい、多目的カオス進化最適化は、カオスシステムで進路を探索せ、それに混雑距離とトレマント選択を参考して、比例解ソートを用いて、ランク面になります。こちらが多目的カオス最適化のアルゴリズムの流れです。はい、今はカオス進化とトレマント選択を紹介します。カオス進化の基本原理は、新しい探索ポイントを生成するときに、カオス的ウィンドウをシミュレートすることです。このアイディアは、カオスシステムによって、適切にモデル化および説明できるいくつかの実験現状に出発されましたが、決して論的な手法がまだです。したがって、カオスシステムを使用して、個人の進化をシミュレートできると考えています。カオスシステムのエゴル性は、カオス進化の実現可能性と表現を保証します。つまり、システムの反復変数は、任意の精度で探索空間の任意の位置にアプローチできます。カオスシステムは、1から3までの方程式を利用します。方程式3の交差率、クロスオーバーが 0.9 を設置します。カオスシステムのロジスティック写像は方程式1に示す。この写像は単純な非線形方程式によって引き起こされるカオスの典型な例です。写真を示すように、μ=4 の時は、空間0から1まで全体で変動します。これが比例解ソートと混雑距離です。比例解ソートはランクを確定する方法です。ある点 A が P 目的も Q 目的も点 B に比べて元前円面に近いと A 点が B 点を支配すると言います。NSGA2 では一つの解の周りにある解の密度を推定するために写真3の1のようにその解の両輪にあるプラスの解の平均距離である混雑距離を用います。比例解ソートからデータランクの結果が同じとき、混雑距離の大きいの順で最大権を相当します。はい、次は研究動機と目的を紹介します。多目的最適化残法の研究において、目的空間に注文する研究が多いです。パレット解の多様性及び多いパレット解を作る研究がこの研究方法の一つです。本研究では、目的、カオス的進化によって生成された比例解の移動ベクトルを探索し、最大限移動ベクトルは、応急的最適解を方法を推察する有利な情報です。その移動ベクトルに基づいて、比例解の探索の推定点を計算します。多目的カオス的進化残法を最適化する目的を達成するために、
塩得した水底点を使用して、お塩団の劣化を取り替えます。これは本研究の方法です。イドベクノノによる水底点を用いた NSGA2 の高速化することが確認しました。しかし、多目的カオス進化算法において、この水底点による高速化の性能に関する研究がまだです。本研究の目的は、多目的カオス進化算法において水底点の性能を研究します。このスライドが研究方法の収束点です。元の結果を最適化するために、本水体のサンプルと全水体のサンプルから動き出すことができます。写真号では、黄色い点が A1、黄色い点 A1 が元水体の点として、青い点 C1 が本水体の点とします。青と黄色の点を距離が一番最小な2つの点が0を除いて一番最小な2つの点がペアにします。複数の A 点と C 点をベクトル B になります。B を直線として延長すると、コワルスペースの中でどこまでも距離が同じ点を収束点スターになります。この収束点をランクが一番後ろのパレート階を取り替えて、次の生態に代入します。本生態転速点から次の生態転速点への移動方法、つまり、数生態を通る子孫生態への進化パスの方法が連動して、推定点を推定します。遺伝残法のように、実験でデータ進行体と個々体を連接して、移動ベクトルになります。それで多目的カオス進化算法の効率を上げられるかを探求します。では、実験の評価と分析方法を紹介します。異なるカオスシステムに多目的最適化の効果を探索するために、ここに5つの多目的のベンチマーク関数 JDT1 から6までを利用して、関数の実験数が30時に整地し、パレート階の分布を調べます。評価関数が写真録を参考してください。残法について、全関数で個体の数が100とします。世代数が1000です。極端値を下げよう。温度タイムが30回です。後輩を保つため、毎回実験の最小のパラメータが同じです。EMO アルゴリズムは、パレート階の数と多様性が結果のキーワードです。推定点を使用か使用しないか、MOCE アルゴリズムのパフォーマンスを比較するために、3つの評価指標、Hyper Volume、距離水体圏距離と IGD 反転水体圏距離と統計検定を使用して結果を評価します。Hyper Volume は、非支配界のセットと多目的最適化アルゴリズムによって取得された参照点で運ばれたターゲット空間の実現領域の体積です。世代圏距離距離は、評価されたパレート前面と最適なパレート前面との間の距離です。判断世代圏距離 IGD は、実際、パレート表面の個体とアルゴリズムによって取得された個体サイトの間の最小距離の公開を計算することにより、アルゴリズムの収束性能と分散性能を評価します。HV の方が値が大きければ良い。GD と AGD が小さければいいです。有一些検定とは、時計学で時計観察検定の一種です。時計では、現実の世界で確率が 5% 未満のイベントは通常不可のイベントと呼ばれ、5% 未満の結論は結論の有意差とみなされます。本論文で性能指標を獲得した後、この指標が結果としてできるかどうかを検定します。有意差検定の値 p-value が
ゼロ点ゼロ五より低いとき、優位性結果として認められます。これが評価実験の結果です。写真8は JDT 関数のハイパーボリュームです。写真9と写真10が関数の最大点距離 GD と反転最大点距離 AGD です。結果に関する分析を次のページを見てください。はい、写真8は JDT 関数のハイパーボリュームです。P value が 0.05 より大きい JDT4 を除き、他の関数は提案方法が30世代まで残布の高速化を成り立ちました。しかし、JDT2 が最後までパレート前沿面の重複空間に達しない。これは局部的収束化の原因で良い点を探さないだろう。写真9が関数の最大点距離 GD です。GD の方が JDT2 と JDT3 が30世代まで提案修正後がより多くの比例解を探し出せています。JDT14、6はパレート解が定量空間中の単数範囲が理想的と思う。しかし、この3つの関数が最後まで従来法より高いスピードでパレート前面を探せます。写真10が関数の反転最大点距離です。IGD の方は P value が 0.05 より大きい JDT3 と JDT4 を除き、JDT2 が20世代まで多くのパレート解を探します。JDT6 が GD と JDT GD の JDT1、4、6と同じ。パレート解が定量空間中の探索範囲が理想的と思って、最後までも従来法より先に前面を探します。ただ、JDT1 に対して結果を怪しいです。この結果で、ある時、推定収束点が元アルゴリズムの性能を壊れられるかと思います。はい、本論文では、最大点のパレート解を改善するため、各移動ベクトルが変わる推定収束点を求めて、目的空間の量として DM 探索を最適化する手法を提案しました。実験中の目標は、一つだけではなく、本論文で示した多目的カオス進化最適化でも役に立ちました。これが私の研究です。はい、以上です。ご清聴どうもありがとうございました。